パナソニックの薄い板 1.5mm リフォーム用フローリング薄い板の施工現場に来ております。もともとこっち側は和室になってたところを高さも合わせて全部薄い板を張っていくっていう感じですね。ちょっとこっちの方はもう張れてるところで、こっからずっと張っていく作業になります。今回はですね、島村親子の大工さんに施工してもらってます。薄板ね、表面こんな感じで、後ろはこんな感じ、すごい薄いね、フローリングっぽい見た目のもの、塩ビタイルに近いような感じかな。これをフローリングの上から貼っていくということです。これ割り付けですか？違う、まあ、割り付けも割り付けですけど、継ぎ手工事にも結構貼らなかったの、これ先貼っていけるんですよ。ああ、そういうことか。これボンドはなかったんでしたっけ？ボンドが何、ロバラン対応やったらボンド、ベニヤじゃないんすね。ベニヤじゃない、実際にあー、それのために。そう、まあ、運転したら、うーん、これ1日では無理やね。2、3日かかりそうやね。かかる、1日で。あ、そうなんですか。あ、あ、もうこの辺は早いんか。はい、こんな状況がいい。カッターでできるのが楽やね。ゴミ全然出えへん。これは針金でいいです。これはショーツになるのかな。多分これ。あ、あれ。後ろのリニア、後ろのリニアの。もう隙間ゼロでいいですか。うん、動かへんの。そうなんです。もう剥がせへんのですか。その気になったら剥がれるかも。でも押さえへんかったら剥がれるかな。あ、ギュッと押さえたらもうベキベキに折れるぐらい。もうそんなガチガチなんですか。あ、いける。やっぱ張ってんだらそこ行くんや。普通のやつより楽っすか。普通の方がでも、あの、カン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 せんでいいっすよ。カンカンして、鉄砲で一枚一枚がこのサイズだから、
あー、そうか。4枚貼っていつもの1枚。4枚貼っていつもの1枚。これが。それでだいたい330。そんな長いんすっけ。あの、これは全部フロア数。303の1820。1800あるんか。ちょっと押したら入るんすか。ちょあんまり重なってなかったらいけるんですね。ああ。だから全部それをパチパチ弱やしながら、なんていうの、はめてったらずれていくんですよ。あ、そうなの。パチパチ弱すところと弱さんところで最後の方なんかガタガタになる。めっちゃバーッと開いたりするんですよ。へえ。弱さんぐらいで入れなかったんです。難しいんじゃない。じゃあセットないっすよ。151。2枚で300。151.5。やっぱその303になるように作ってあるよね。やっぱり。そうですね。尺に合うように。ああ、隅出して。テープ外す隅出さないと。だいたい多分3つのセンターだったら合うんですよね。そんなもんはめるんですね。300ずらしってことは303と606の貼り始めだけ作っといたら、もう一個は900そのままいくってこと。900とはこれが900の位置やったらちゃんとするんやったらもう900、600、300。これってパナーしかないですか。なんか他メーカーなかったっすかね。どうやろう、聞いたことない。何これ、 WPB っていう名前。高いでしょこれ。案外高いんですよねこれ。普通のメーカー貼る方が安いんですよね。あ、そうなんすか。フローリングの方が意外に入り目の違いとか。まあでも工事的には安くなるのか。貼り替えなあかんもんね、上張りできへんとこは。ああ、そうですね。マス張りでいけたらね、全然いいですね。え、ちゃんと施工書通りですね。うん。でもこれ絵で込んでいいしな。いいですね、現場綺麗。うん、ここ出てるの。見た目が綺麗。うん、綺麗。どういうとこ、すぐね。足跡、僕の足跡かThank you.
コマショー TV。 チャンネル登録お願いします。